クール部代表のみぞです。今回こちらのショートボブ向けのお団子アレンジを解説します。ウィッグの長さはこれぐらいですね。で、黒髪の方でも大丈夫です。このお団子アレンジは簡単にできて、いろんなファッションに合わせやすいので、ぜひマスターしていただきたいです。それでは解説していきます。まずヘアアレンジの下準備なんですけど、このようなブラシでまず一番最初にブラッシングから始めてください。で、しっかり根元から毛先まで綺麗にするのがポイントです。どうしてもそのまま始めると絡まりやパサつきの原因になります。で、次にこのような感じのコテですね。これ26ミリぐらいのコテなんですけど、これで少し外羽巻きを入れておきます。特にアップアレンジするときは外羽巻きしておくとやりやすいです。で、外羽巻きは角度を下げて、で、ボブやショートの方は襟足が短いので、このようにブロッキングをします。クリップで止めて角度を下げて外羽します。この時やけどしやすいのでタオルなどをかましてください。これぐらいで大丈夫です。で、この表面も外羽しておきます。特に直毛の方はこれで絡まりがなくなってまとまりが良くなりますので、このように外羽してください。で、最後にヘアバームですね。このようなヘアバームなどを全体に根元、中間、で、最後表面の順ですね。こういった感じになじませます。で、かなりまとまりがこれで良くなって、どうしてもショートとかボブの方ですと顔周りがポロポロ落ちやすいんですけど、こういったバームなどをつけておくと、こんな感じでまとまりやすいので、今までうまくいかなかった方は特にこの下準備を大切にしてみてください。まずはじめに、遅れ毛を残します。遅れ毛をお好みで前髪横、もみあげなど残しまして、この上半分の髪ですね。耳、大体でいいので、この耳上ぐらいから上下に分けます。で、この上の髪ですね。止めた上の髪を少し気持ち角度を下げて、この辺りですね。で、ゴムを使ってお団子を作るんですけど、この時にどうしてもショートやボブの方は顔周りがポロポロこのように落ちてくる場合あると思うんですけど、これは後から入れ込みますので、もう無視していただいて大丈夫です。まず最初はこの上半分の髪をできる限り低めでまとめてお団子するっていう感じで大丈夫です。で、ゴムで、きつめにゴム留めまして、お団子の作り方なんですけど、ここで最後の毛先通さずに少し小さめにこんな感じですね、作ります。で、お団子を後からほぐして大きくします。この時に大きくお団子を作ってしまうと、ほぐしたら毛先が出てしまったりバランスが悪くなりますので、必ず1個目これぐらいのお団子にしてください。次にこの表面の髪ですね、ほぐしていきます。で、後頭部のところは特にボリュームを出していいので一番出します。で、間隔を空けながらほぐすところとほぐさないところ作ることで立体的になります。で、イメージによってほぐしの具合を変えてください。結構ラフな感じにしたい場合は激しめに引き出して大きめに引き出してください。で、骨格補正だけですね、立体感であったりとか後頭部のボリュームを出したい場合などはそのままで、これぐらいのままで大丈夫です。こういった感じです。この毛先は後から入れ込むところもお見せします。続きまして、この下の髪をアップにしていきます。ここでは逆リンパっていう技法を使います。まずゴムで少しきつめに留めます。襟足はタイトな方がいいのできつめにしてください。で、普通のクルリンパは穴を開けて毛束を上から通すんですけど、この逆リンパは下からこう通します。これは簡単にアップにしたり、ボリュームを出したりするときによく使う技法です。こんな感じですね。で、毛先が出てきたら、ここはクルインパと一緒ですね、毛束を真ん中でグーッと開けて引き上げます。こうすると簡単にグッとなります。
でこの時にこの襟足ですね、ここがこれぐらいキュッとこう斜め上に向かって、これぐらいの方が自然ですので、ここがゴムが緩いとたるんであまり可愛くありませんので、これぐらいのシルエットを理想にしながら最後この間をほぐすっていう感じですね。それが理想です。でこのウィッグより短い方は1つにまとめて逆リンパ難しいので、2つに分けたり3つに分けたりして、この襟足をこんな感じでアップにアレンジにしたら大丈夫ですので、それを目指してください。それでは全体をほぐしていきます。まずお団子をほぐします。でお団子はこの内側ですね、こうめくって内側を出すと立体的になります。で表面の髪はどうしても毛先がピンピン出やすいので、あんまり引き出しすぎないようにしてください。でいろんな角度からこのように引き出すとより立体的になります。で今回カジュアルなハーフアップですので、少しぐらい毛先が飛び出ても大丈夫です。ストレートアイロンなどでくるっと巻いたりしても可愛いので、あまり気にせずに進めてください。次にこの襟足のところですねを少し引き出して、このお団子メリハリがついて可愛いんですけど、少しなじませても可愛いので、この襟足のところですね、少し引き出してラフ感を出します。これぐらいですね。であとはバランスを見ながら調整します。で顔周りはこれぐらいで大丈夫ですね。続きまして奥レゲですねを巻いていきます。奥レゲは何箇所かに分けて巻いてください。いっぺんに巻くとどうしても硬い質感になりますので、 2,3 箇所ぐらいに分けて巻きます。奥レゲイメージにもよるんですけど、少し多めにこのように残しておいて後から片付ける感じですね。そっちの方がやりやすいですね。まとめてしまって引き出すのはすごい大変なんですけど、隠すのはアレンジスティックやピンなどを使うと簡単です。こんな雰囲気ですね。でこの隙間ですね、ここがどうしても空いてしまう方はこのほぐしを斜め前に向かって、こういう感じですね、こうやってほぐしてここを隠してください。どうしてもここがほぐしても奥レゲを巻いても空いてしまう方は、奥レゲのバランスですね、カットに問題あるかもしれませんので、美容師さんに相談してみてください。顔周りのポロポロ落ちてきた髪の直し方を解説します。ねじってここにピンでも直るんですけど、ピンを止めてしまうとどうしてもボリュームのコントロール難しくなりますので、今回はこのアレンジスティックを使います。毛束をアレンジスティックの丸に通します。でこっち側はこんな感じで引き出せるようになってます。これをスーッと引き出すと簡単にこの内側に入ります。どうしても心配な方はスプレーとかでしてもらっても大丈夫なんですけど、奥レギアポロポロ出てきた髪ですね、これは全部このアレンジスティック100均とかで売ってますので、これで簡単に治ります。最後にヘアアクセなんですけど、このアレンジですとクリップ型の、こういったクリップ型のをここら辺とかですね、ここでも可愛いんですけど、まあ、今回はこのゴムを少し隠してみようと思いますので、まあ、ヘアカフですね、ポニーテールとかによく使うと思うんですけど、このカフを今回は使っています。このゴムのところに差し込むだけですね。こうするとゴムも隠れて、この隙間も隠れますので、今回はつけてみました。でもこのゴム少しぐらい見えても全然可愛いので、先ほどのクリップタイプやヘアアクセなしでも十分可愛いと思います。それでは一周ぐるっと回っていきます。これがサイドシルエットですね。で正面、こんな感じになります。今回以上になります。この襟足をアップするときに使った逆リンパっていう技法は、今回お団子アレンジに使ったんですけど、
ポニーテールや普通のアップアレンジ、いろんなヘアアレンジに使えますので、ぜひ頑張ってマスターしていただけると嬉しいです。今回もありがとうございました。